その日僕は青春の音を聞いたんだ。これは青ペラの頂点を目指す11人の物語。ある日僕は友達のリンとサヨと一緒にアカペラのステージを見に行った。幼馴染のマイトも出るみたいだから来ただけだったのに。すごかった。声だけであんな風に歌えるんだ。ねえ、僕もアカペラしたい。僕とリンとサヨは音羽高校でアカペラ部を作ることに決めた。何かを始めるきっかけなんて何でもいいよ。始めるか始めないかも本人次第だし。そして同じ高校の道高とルカも加わり、僕たちイルハピは結成したんだ。とはいえ僕たちは全員初心者なわけで、サヨのお兄さんの朝春やマイトたちがいるフェイムにアカペラを教えてもらうことになった。そうして練習を重ね、どんどんアカペラに夢中になっていった。ある日、強盗ライブ？真新しいプレイリストが今ここで。楽しすぎて、嬉しすぎて、今僕すっごい幸せみたい。青ペラに出場したら今日とはまた違う楽しさ経験できるかも。青ペラ、みんなで行こう。絶対に青ペラに。